ちょっと提案があるんだけど。何ですか？私もここに住もうと思って。は？アスナの憂鬱。私の名前はアスナ。両親を早くに亡くし、兄と二人で暮らしてきた。そんな私は1年前に結婚をし、ローンを夫と半分ずつ分けて家を購入した。子供は二人作ろうと思って家を建てたが、夫に不妊の原因があることが判明した。でも私はそれでもいいと思っている。だって夫は優しくて誠実な人。二人だけでも十分に幸せだ。ねえ、今度新しい家具を見に行かない？このお家に合う家具を揃えたいのよね。うん、いいね。じゃあ明日とか見に行こうか。ありがとう、楽しみね。その時、家のインターホンが鳴った。え、こんな夜遅くに誰かしら。やっほー、来てあげたよ。お姉さん、どうしたんですか？どうしても何もないわよ。もう夜遅いからさ、止めてくれない？え、別にいいでしょ。私、酔っ払ってるのよ。お水ちょうだい。わかりました。ミサは夫の姉。最近離婚したらしく、頻繁に家に訪ねてくるようになった。別に家に来るのは構わない。ただ、我が物顔で居座られるのが正直言ってしんどい。え、お風呂入れたんですか？もう洗ってあるのに。なーに？いちいち文句ばっかりうるさいわね。酔いざましよ、酔いざまし。こんな文句ばっかりなんて弟がかわいそう。文句って。ねえアスナ、今度来るまでに私が好きなメーカーのシャンプーとか用意しておいて。あとパジャマもよろしく。お姉さんの好みはわからないですよ。はあ、ケチはダメなんだぞ。ま、いいよ、布団敷いといてね。ミサは好き勝手に言いたいことを言って私を責める。夫の方をちらりと見ると苦笑いをするだけ。そう、夫は姉であるミサに逆らえないのだ。次の日、家具を買いに行く約束をしていたのに、ミサが夫に会社まで送っていけということで予定はなくなった。それからもミサは自分の家であるかのように訪ねてくる。あれ、明日友達の家に持ってくケーキがない。ああ、あれ、あんま美味しくなかったよ。あれを友達に食べさせるなんてやばいって。私が食べたことに感謝してね。何言ってるんですか？いつも勝手に冷蔵庫のもの食べますよね。やめてください。ちょっとちょっと、家族じゃないの。相変わらずケチで文句ばっかり。家族だからって好き勝手されると困ります。それに私が夫のために作ってるお弁当のおかずも持って行ってるし、いい加減にしてくださいよ。うっさい。ちょっと、あんたもアスナに言ってやってよ。まあまあ、二人とも落ち着けよ。アスナ、これから姉さんの分も作ってくれよ。そうすれば問題ないだろう。はあ、グッドアイディア。じゃあそういうことでよろしくね。私好き嫌い多いからさ、これでランチ代浮く。ラッキー。ありえない。ミサにも腹が立つが、夫にも腹が立つ。なぜ私の気持ちを理解してくれないのか。そんな時、兄が突然体調を崩して入院してしまった。お兄ちゃん大丈夫？ああ、気にするなよ、ただの過労だからさ。本当？ゆっくり休んでね。それより結婚生活はどうだ？それがさ、新しい家を買ったのはいいけど、お姉さんが頻繁に来るの、自分の家とでも思ってるのかしら。旦那は味方についてくれないのか？お姉さんの言いなりよ。ああ、お兄ちゃんと暮らしてる時が一番幸せだったな。そんなこと言うなよ。俺はアスナが幸せになってくれることが一番の願いなんだ。ありがとう。お兄ちゃん、いつ退院できるの？もうすぐさ。心配するな。アスナは自分の幸せだけを考えて生きるんだぞ。わかったわよ。兄は優しく私の頭を撫でてくれた。それから数ヶ月後、兄はこの世を去ってしまった。ずっと前から病に体を侵されていたらしい。そして兄は私に多額の保険金を残してくれていた。最後まで私の幸せを願ってくれる最高の兄だった。私は
保険金を受け取ったことは夫に伝えず生活を続けていた。ちょっと提案があるんだけど。何ですか？私もここに住もうと思って。は？安心しなさいよ、ちゃんと家賃は払うわ。3万も払ってあげる。だって私優しいからね。普通は家族が住むのにお金いらないと思うけど、アスナはケチだからね。3万？あんたバカじゃないの？何よ、もっと払えって言うの？ケチすぎて引くんですけど。そういう問題じゃない、あなたも何か言ってよね。え、俺？別にいいんじゃないか。部屋も余ってるし、俺たちにこれから子供はできないだろうし。ここは私とあなたの家よね。なのにお姉さんを住まわす？私がそれを望んでると思ってるの？掃除も何もせずに散らかし放題、料理だって作ってもらって当たり前だと思ってる。私はあなたたち指定の家政婦じゃないのよ。そんな言い方するなよ、家族だろ。もういい、それがあなたの求める未来なんだったら私は一緒に歩むことができない。離婚しましょう。離婚？ウケる。アスナ、そんなこと言わないでくれよ。あなたにとって大切なのはお姉さんよね。仲良く暮らしてください。そうね、離婚したらいいわよ。夫はミサの言うことに従い、私からの離婚を受け入れた。優しい人だったが、姉から嫁を守れない人だった。財産分与などについてはミサが私の分の家のローンを受けようという形で話がついた。兄の残してくれた遺産があるので私はそれで十分。私は家を出て、夫とミサはあの家で暮らすということになった。離婚が成立してから数年後、ミサから連絡が来た。ちょっと、私を助けてくれない？はい？なんでですか？もう赤の他人ですよ。助ける義理なんてありません。弟が家を出て行っちゃったのよ。アスナと離婚してからいかに家のことをやっててくれたのか気づいたって。私が掃除も料理もしないから怒っちゃって。それに弟は新しくできた彼女と結婚するからもうこの家にはいられないとか言うのよ。一緒に暮らそうって言ったのに、同じ過ちは繰り返さないって。やれやれだわ、あなたは相変わらずなのね。でも彼は分かったようでよかったわ。きっと新しい彼女と幸せになれるでしょうね。私もそれを願うわ。私の言うことに逆らう子じゃなかったのに、こんな大きな家に私一人で住めっていうの？そんなのおかしいでしょ。おかしいのはあなたですよ。残念ですけど私には何もできません。だって私も新しい幸せを見つけたので。え？どういうこと？私もいい出会いがあって結婚するんです。もっといい家も建てましたし。そんな、どこにそんなお金があったのよ。それにこの家はどうするのよ。さあ、好きにしたらいいと思いますよ。ローンも残ってるし、私には恋人もいないし。家のローンがあるバツイチ女性、なかなかの問題物件ですよね。せいぜい頑張ってください。それじゃあさようなら。ちょっと待ってよ。私はすぐにミサからの連絡をブロック。二度と連絡が来ることはないだろう。元夫と私はそれぞれに新しい幸せを見つけ人生を歩み出している。でもミサはこれからずっとローンに苦しめられ続けるだろう。あの広い家で一人、家事もろくにできないだろうからゴミ屋敷になってしまうんじゃないかと思う。どうでもいいけどね。